こんにちは、一級建築士インテリアコーディネーター竹石の金黒です。少し前にご紹介した9月10日の日本銀行植田総裁の読売新聞単独インタビューの記事で、早ければ年内にマイナス金利解除かとご紹介した後、日本経済新聞もマイナス金利解除24年1月決定、2月実施が最短かという記事を上げ、マイナス金利解除の話題がざわつき始めた感じがします。そこで今回は日本経済新聞の見立てと、もう少し長いスパンで考えても円安が円高になっても物価がそれほど下がらない理由をご紹介します。読売新聞の記事が出てから、早ければ年内にマイナス金利政策が解除されるのではとのエコノミストのコメントがありながらも、日本経済新聞の記事では日銀内にはいくらなんでも早すぎるのではという空気もあると伝えています。円安防止効果を持つ金融政策修正を前向きに受け止める政府側にも、12月は政治的に難しいとの見方があるとし、岸田総理が自民党最大派閥の安倍派のアベノミクス継続を重視する立場から、日銀の利上げに不満を持つ空気もあることに配慮して、12月の時点では日銀は安倍派を刺激する動きを避けた方が得策なのではという論調です。来年1月にマイナス金利解除の決定というのはあくまで最短のシナリオで、実際にはそれより遅くなることもあり得るとし、金融政策の企画立案の経験を持つある日銀 OB は、来年1月決定の可能性が少し高まったと見るものの、現時点では来年4月決定が中心シナリオと報道されています。この日本経済新聞の報道の後、空気感が円安に進み、週末に147円82銭と少し円安基調となりました。2016年2月に総理大臣が安倍総理の時にマイナス金利政策を始めて7年半経過しますが、金利を異次元のマイナス2まで引き下げて経済が良くなったという実感は特に肌感覚としては感じていません。それでもアベノミクス継続を望む声を反映させるという報道は驚きで、マイナス金利が目的ではなく、あくまでも手段の一つで、景気を良くするのが安倍さんの目的だったと思います。マイナス金利政策の効果が薄らいだり、逆に円安が進んでインフレになれば、アベノミクスの時とは状況が変わってきます。住宅ローンで7割の人は固定金利ではなく変動金利を選んでいるということは、金利が上がってしまえば不幸な人を量産してしまうきっかけをマイナス金利政策は作ってしまっています。貯蓄がなく年収が低くても変動金利を利用して住宅の取得を可能としていますが、とても健全な状態ではないのでお勧めしていません。何本も変動金利の危なさを警告する動画をアップしても、私の YouTube の影響力程度では全く役にも立たず、変動金利を選ぶ人が大半なのが現状です。アメリカでは過去に多くの人が変動金利で不幸な人を生んだ歴史から、固定金利の住宅ローンを選択する人が大半ですが、日本では逆に変動金利を選ぶ方が今は大半です。円安のメリットは、輸出産業が利益を出しやすいのが最大のメリットですが、今は輸出より輸入の方が20兆円以上多く、現在は円安はデメリットになっています。他の円安のメリットの外国人旅行者が増えるインバウンド効果も、現在は人手不足もあってホテルは満室にすると対応できなかったり、タクシーが捕まらないなど、オーバーツーリズムの問題も浮き彫りになっています。海外の投資家からすると、日本の円は今は安いので、日本の不動産を購入してその分不動産価格は値上がりしています。不動産など日本の大切にすべきものを海外の人に安いと思われ、中国人を中心に外国人に買われています。他にもコストコの日本進出は、安いものを買いたい日本人のデフレマインドにはぴったりの戦略ですが、長い目で見たらデメリットも生じています。コストコではアルバイト・パートの時給は1500円です。日本ではやっと10月から全国のアルバイト平均単価が
4% アップの1000円超えを岸田総理はどやっていましたが、コストコの時給はすでに 1.5 倍です。コストコは8時間労働ですが、残業や休日出勤の時給は2025円で日本の倍です。IKEA でもパートアルバイトの時給は1300円です。円安で海外の企業が日本進出すると、その周りの地域の企業で人手不足で困っている企業は、外資系企業のように賃金を上げれず衰退していきます。2023年年初は、夏にはアメリカは景気後退してドルが弱くなり、円高に進むと言われていましたが、アメリカの景気は相変わらず強く、アメリカではまだ利下げに至っていません。日本はアメリカが景気後退することで円安は収まり、円高ドル安に今後なっていくと予測していますが、仮に円安ドル高が進み、今の1ドル147円が一気に1ドル100円まで円高になったとしても、実は物価はそれほどは下がりません。単純には為替レートが1ドル147円だと、アメリカの1ドルのものは147円出さないと買えず、円高になって1ドル100円になれば、100円出せば1ドルのものが買えるので物価は安くなります。しかし実は、アメリカの1ドルと日本の100円の価値は全然違います。例えばニューヨークでミネラルウォーター 500ml を買うと、今は2ドルから3ドル程度の値段です。日本でミネラルウォーター 500ml を買うと100円で買えます。つまり円安ドル高が一気に進んで1ドル100円になって、日本円を100円出してアメリカのミネラルウォーター 500ml を買うときは2ドルから3ドルするので、200円や300円出さないと買えないということになります。日本のミネラルウォーター 500ml は100円なのに、アメリカのミネラルウォーター 500ml は200円や300円するという事象が起こっています。ミネラルウォーターだとわざわざアメリカのものを買う必要はないですが、すべてのアメリカ製のものは高いという現象が起こっています。その原因となっているのは主に賃金の違いです。同じ製品をアメリカと日本で作ると、日本の方が賃金が安いので製品も安くでき、アメリカの方が賃金が高く、製品価格が高くなる現象が起こっています。国の賃金格差で1ドル100円まで一気に円高ドル安が進んだとしても、賃金が高い国が生産した製品は輸入すると高いので、輸出より輸入の多い日本の物価は下がりにくく、1ドル70円以下まで極端に円高ドル安が進むか、日本の賃金が2倍以上に上がるか、どちらかにならないと輸入物価はなかなか下がっていきません。また過去にもオイルショックやウッドショックなど、輸入価格が急激に上がった歴史がありますが、一旦上がった物価はなかなか大きな値下げにつながりません。つまり日本が今からやらなければならないのは、何はともあれ賃金が上がる景気対策です。アルバイトの平均賃金が宣言超えで、岸田総理がどやってる場合ではないということです。岸田総理が海外に行くたびに外国に日本国民の税金を配ってる場合ではなく、景気刺激策になる消費税減税や撤廃や、今まで30年間中国に日本の技術が流出し続けた経路を断ち、海外企業の日本進出に規制をかけ、政府による労働時間の規制をやめ、日本企業を支援する経済対策を取ってほしいです。